えー、2月から4月の間に東京に緊急事態宣言出ると思いますかまた出るとしたらどのような措置が取られると思いますかいやこういう予想ってすごく難しくてあの数字がどう動くかっていうのであれば例えばあの日本の,その感染者が今8万人ぐらいなんですけどじゃあそれが、えー、と2月になってから減りますかっていう予想であれば多分減りませんと。でこれは他の国がある程度そのなんかあの感染が広まるまではなかなか減らないよねっていうのがあって。 なので、大体その、やっぱ1ヶ月以上はバンバン増えるっていう時期があって、で、そこから減るかなぐらいの感じなので、なんで増えると思うんですけど、ただじゃ緊急事態宣言をその申請するかどうかっていうのは、あの、小池都知事の判断次第なので、なので、どうなるかなんですけど、僕は、その小池都知事は、なんかどちらかというと高齢者向けのことをやってる気がするので、緊急事態宣言出るんじゃないかなという気がするんですよ、ね。ただ、あの、 結局じゃあ緊急事態宣言をやって何が変わるかっていうその話になると思うんですけど、で今じゃあその飲食店の制限っていうのはあの日本中でやってますと。でじゃあ日本中でやってますけど、オミクロンの感染って減りましたかっていうと、別に減らないんですよね。 ではその飲食店で感染する人は確かに一定数いるかもしれませんけど、飲食店以外で感染する人っていっぱいいますよね。なので飲食店だけ制限したとしても感染を止めることできないですよね。じゃあそれやってもしょうがないんじゃないっていう話だと思うんですけど、とはいえなんかのポーズとしてなんかあの、ま、まん延防止措置 とかでなんかあの、ポーズをやらなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、そういう意味でポーズとしてなんかまたやるんじゃないかなと思いますけど、なんからカラオケボックスがダメだよねとか、またやり始めるんじゃないですか。はい。無意味なことだと思いますけど。えー、クイズ大好き高橋ガニから問題で、たくさんの荷物を抱えたお年寄りが電車に乗り込んできました。しかし、誰一人として席を譲ろうとはしません。なぜでしょうか席がない電車だったかな山部線とかって今確か、 あの、朝とかラッシュの時間とかって席ないですよね。っていうことかな、うんえー 29歳、会社員、括弧一部上場、男性です。現在、生後10ヶ月、括弧昨年4月生まれになる息子があり、今後も二人目が欲しいと思っています。どのタイミングで二人目の子作りに励む願いでしょうか妻は25歳、同じ職場、現在、育休中、いずれは復旧定です。福利厚生は良好だと思います。アドバイスよろしくお願いします。<laughs> いつでもいいんじゃないですかあの、こ、こんななんかもう夜で、日曜日の夜なので、あの、どうでもいいおっさんがビール飲んでるの聞くぐらいだったら、 さっさと営みをして子供を作ればいいんじゃないかなとまあそっちの方がよっぽど人生にとって有意義だと思いますよ。えー、先日、セン,ンスパッチャーを読むというひろゆきの嘘を暴くべく、処刑スパッチャーしたおです、その中で何だろう、そにやっちのやめてもらっていいですかと書いたのに、あろうことかひろゆきはその自分だけカとして読み出しました。ひろゆき、俺は悲しい。せめて自分のついた嘘には向き合ってほしかった。でも俺は今日もまたひろゆきの話を見つけたひろゆき今日もありがとう。な、悲しくい、ね、あれ、僕、すっ飛ばしましたっけ。<laughs> すいません。あの、僕、記憶力悪いもんで、はい。 えー、子供が3歳になったら、フィ <music> ッピング講師のオンライン会話、週に2、3回の30分程度鳴らせようと思っています。えー、小さい頃から英会話に慣れ親しんで、自然と英語力が見つけばいいなと思っています。子供がもし飽きてしまったり、合わないなぁと感じたら、通学型に変えて思うようと思っているんですが、混ぜて初めにオンライン会話を導入したいと思っています。この考え方について、エルクちゃんのご意見を伺いたいです。えっ、ー、と、ま、全くやらないよりはやった方がいいかもしれないんですけど、ほぼ意味ないです。<laughs> あの、結局その、画面の中に映って、 なんだか知らないものが、まあそれが人間だという認識の多分3歳だとできないんですよ。なんだか知らないものが何か喋っているという状態で、それに集中力を持って見るっていうのは多分できないと思うんですよね。 なんかそれよりもっと面白いおもちゃとかが転がってるわけじゃないですか。なんかお腹空いたとか、なんか横にお母さんいるんだったらお母さんと遊びたいとか。なのでその、まあ、全く無意味だとは思わないんですけど、多分その、英会話の音とかに集中することはほぼないと思うので、で、その、じゃあ、 会話のコミュニケーションができるかというと不可能です。あの3歳だと。まあ多分日本語もあのおぼつかない状態だと思うので、いきなり外国語でフィリピンの人と会話をするのは多分無理なので、フィリピンの人が一方的に英語で話しかけるのをその子が聞いて、で、たまになんか気に入ったことがあったらそれをなんかリピートするぐらいしか多分できることはないと思うんですよ。で、それやるぐらいだったら、あの英語の歌流しまくってください、い あの、英語の YouTube のなんから子供向けの歌とか、あとディズニーのやつとかで、あの子供向けの英語のやつとかいっぱいあるんですけど、ああいうのを流し続けてると、その英語発音っていうのに聞き慣れるようになるんですよね。あの、5歳ぐらいまでに、その割とその音、5歳じゃないか、6歳、7歳だっけ。あの、日本人ってその R と L の、 あの、音の区別がつ,あのつけられないって言われるんですけど、その5、6歳ぐらいまでに R と L の音をちゃんと聞いてると、あ、これは R だ、これは L だっていう、その、あの、脳、no、の、あの、き、その機能っていうのが失われずにちゃんと残ったりするので、なので、あの、その日本、その人間がリアルタイムでリアクションをする必要はないので、なので曲を流し続けるとか、なんかあの、A、その、なんか英語のアニメーションを見せるとか、アンパンマン英語版見せるとか、そういうのをやってる方が効率いいんじゃないかなと思いますけど。 えー、地方公務員をしている荒う女で最近市民対応で誤った案内をしているケースがあり、放っておけず、堪能の方に市場例の要項をもとに説明しましたが、理解されず、他4人も私とは異なる見解で結局その後となりました。同期の知り合いを通じて本部の文書に密かに確認すると、私の会社が正確らしく、日本語ネイティブなら分かる程度の要望なので、異業種の民間の業務に就く方にも尋ねましたが、結果は同じ。公務員歴ではあるあるバトセと戦うにももう疲れてしまいましたが、転職すべきでしょうか えっと、あの、正しい行いがきちんとできているので、公務員向いていると思います。で、問題は、あの、民間の方が正義は通じないです。の <laughs> で、あの、きちんと正しいことを正しくやって給料がもらえるのは公務員なので、民間に行ったらもっとストレス高いと思いますよ。 いやその、なんかすげえ一生懸命頑張ってると、人と、なんか社長の愛人のキャバクラ嬢で、社長の愛人のキャバクラ嬢の方が、なぜか秘書として採用されて、給料月50万とかで普通に働いている人より全然給料高いみたいなことは普通にあるんですよ。なので、その正しいことが行われないっていう割合でいくと、民間の方がよっぽどひどいので、なので、あの、公務員の方がマシなんじゃないかなと思います。 えっと私の母が勘を農勘士として働いています。葬儀業者に勧めるのではなく、口コミや警察からの依頼等で個人で行っています。そんな一生懸命働いている母ですが、私にとって自分の母が農勘の仕事をしていることを、恋人や友人などへんとか話すことができません。医療さんの身近な人で農勘士をしている方がいたらどう思いますかやはり手を扱っている仕事は周りから怖がられるのでしょうかあれですよね、エンバーミングで、送り人って映画の仕事の人ですよね。うんとあの その葬儀屋さんで勤めてる知り合いはいますけど、その農鑑士の知り合いはいないですね。で僕は別に全く気にしないですけど、あの気にする人は気にするし、気にしない人は気にしないっていうだけだと思うんですよね。で、あの気にする人の考え方を変えるのはすごく難しいので、ほっといていいんじゃないですか。あの別にあの考え変える必要ないと思うんですよね。なので別にあの、そのお母さんこんな仕事してるんだよとかって言わなくてもいいと思うんですよ。 別にあの、僕、友達に自分の父親は何の仕事してるとか言わないですからね。<laughs> 別にあの、僕のことではなくて関係ないことなので、なので別にあの、言わなくていいんじゃないかなと思いますけど。ちなみにだから、その、恥ずかしがることもないし、恥であること、仕事でもないんですけど、ただそれを気にする人っていうのを一部いるっていうのは事実なので、なので、あの、そこをなんか、職業を触れることでなんか、無駄な争いとかいさかいが出るんだったら別に言わなくていいんじゃないかなと僕は思います。はい。 えー、勤めている会社が従業員に自社株を売っています、1口1000円からでドルコスト平均法だと、インセンティブプラン、かっこ、ESOP 信託制度を導入しているらの配当金は再投資されると言っていますが、フランス2の私には何があんだかさっぱり買うのおすすめですか、お聞きください、えっと、その会社が上場する可能性がどれぐらいあるかで考えてくださいあの。上場する可能性があるのであれば、買っとくと得するかもしれないですけど、上場する可能性がないのであれば、ただ損して終わりだと思います。はい えー、私は19歳 ADHD 自衛官です。結構前から人を殺すことに興味が湧き始め、心の隅では自分は小さな子供に殺せる。人を殺してもあまり心が痛まそうだという謎の自信があります。また何か上司などと揉めた際に衝動的に殺害してしまわないか心配です。人のためになりたいと思う気持ちは結構あるんですが、戦うことで誰かの役に立ったらとも考えます。自分のどこがおかしいでしょうかまあでも僕も別にあの人を殺そうと思ったら殺せるだろうなと思ってるんで、ただ思ってはいるんですけど、実際そのやったことはないので、 あの、確認をしてみたいなとは思ってたりするんですよ。なので、別に、あの、そんなに特殊な感覚ではないんじゃないかなと思いますけど、で、ただ、あの、別に、その、なんか、やってみたらどうなるかなっていうのと知りたいのと、衝動的にやるかどうかって全然別の話なんですよね。ただ、ま、あの、自衛官は全然向いてると思うので、なので、自衛官、まあ、その、自分死ぬかもしれないし、あの、殺すことで、あの、給料がもらえる仕事って結構数少ない仕事の一つなので、 なので、格闘家とか自衛官とかは全然ありなんじゃないかなと思うので、なので、お国のために戦ってみてください。あの日本の人ってその、まあ、日本って平和で戦争なんて起きないよねっていうふうに当たり前に思っちゃってると思うんですけど、で、そのまあ、今、ウクライナとロシアがめっちゃ揉めてますっていうので、で割とガチでやるんじゃねえっていうので、そのアメリカの株式市場とかって下がってたりするんですよね。 要はそのまああの、ロシアとウクライナの戦争なんですけど、一応そのウクライナが NATO という、そのヨーロッパの軍事同盟みたいなやつに入りたいって言ってて、で、それにアメリカもはあの加入してるので、もしそのウクライナとロシアが戦うことになったら、じゃあ NATO としても一応それ参加しなきゃいけないかもしれないよね、みたいな話があって、そうするとアメリカも巻き込まれる可能性があるんですよね。 で、一応、ウクライナは、その、NATO の加盟国ではないんですけど、NATO 入りたいよって言ってる状態で、入るための手続きっていうのをちょっと進めてる段階なんですよ。 っていうのがあるので、で、その、ウクライナで絶対戦争なんか起きねえよって書いてる、なんか、ジャーナリスト的なライターさんとかもいるんですけど、いやいや、あの、クリミアで紛争ありましたけど、ね、もうクリミアの周りで内戦ちょこちょこまだやってますけど、なんでそれ無視して、ウクライナで戦争が起きないって言えるのっていうのが不思議なんですよね。そうなんか、あの、10年間戦争してない国同士で、こことこはないようなわかるんですけど、あれ、ウクライナのあの、クリミア取ったのって2年前とかじゃなかったかなみたいな。なんか、超最近の話なんですけど、大丈夫ですかみたいな気がするんで、なので、 あの日本はそ戦争ないよみたいな思いがちだと思うんですけど、わりと尖閣周りとかで何かあったとしても、僕はそんなに今、驚かない状況なんじゃないかなと思ってます。北京オリンピックまではないと思いますけど。 えー、旅行の楽しみ方やよさを教えてください目的があれば遠出できるのですがなんとなく遠くに行くというのがよくわかりません私は気分転換が下手で失敗を引きずりやすいので旅行の楽しみ方が分かればそれさ簡につながるのではないかと思いお伺いしました多分向いてませんあの旅行の楽しさってあの不確定要素でトラブルに遭うことなんですよね まああの僕の場合だけかもしれないですけど、その言葉の通じない国に行って、うわ、言葉通じねえとか、で、うわ、ば、どのバス乗ったら目的地いいのかわかんねえとかっていう時に、マジ困ったわっていう困るた状況が楽しいと僕は思うんですよ。で、なんかそこら辺の人に片言ので話しかけて、なんかこれ乗ればいいんだよって言われて乗ってみたら全然違うとか言って、あちゃー、全然違うじゃんみたいな、っていうのが面白い。 って思うタイプの人は外国旅行って楽しいんですよ。ただなんか、それで不安を感じてストレスですっていうのであれば、なんかその日本人の添乗員さんがいるパック旅行みたいなのをやればいいんじゃないかなと思います。なので、あの、不安を引きずりやすいタイプの人は海外旅行を向いてないんじゃないかなと思います。えー、前回と前々回2回スパチャ飛ばされました。すいません。どうしても娘が聞きたいそうなので再チャレンジします。えー、娘は難病で障害格好を買った 片方麻痺で、えー、失語症、えー、右腫や欠損、後次脳オキシノイ障害を変えました。小毒までは健常者で全国の市で200万でした。今回復して偏差値50です。大学は通信の希望、高校は特別支援学校もしくは受験するかもやっています。普通校でも都立なら介護者は頼めそうです。やっぱり専門科目はほとんど実践できません。えっと、質問が書いてないです。 えっと多分今のところその、もともとすごく頭がいい人で、ただ、工事機能障害でその右が見えなかったり、失語症っていうので、普通のテストを受けたら、あのまあ偏差値50まで下がってしまいましたと、ただ、その普通のテストを受けるための学習ができなかったり、アウトプットができないという問題だと思うので、多分そのそこら辺のちゃんと回復していってで、能力が上がっていれば、多分普通に仕事からスタートしちゃった方がいい気がするんですよね。 あの全国模試で200番までいけたっていうことであれば、その把握の、の何かこれ覚えなきゃいけないよねっていう時の暗記能力だったりあ、あのだから数式を覚えるみたいな把握能力だったりって、そういう理解力はきちんとあると思うので、なので、なんかプログラマーとかをまずはやらせちゃって、なんかゲーム作らせるとかっていうので,で、下手にもう学歴とかっていう、ちょっとペーパーテストとかに行くんじゃなくて、もういきなり稼げるっていう方向にしちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけど。 あの、群馬県の桐生市で、あの、登校拒否をして、あの、コーヒーを焙煎したりして売ってる17歳の男の子みたいな話を何回かしたことあるかもしれないですけど、なんかもともとなんか自閉症かなんかで学校通うの嫌だって言って、で、なんかすげえコーヒーにこだわってて、で、コーヒーにこだわりすぎて自分で焙煎するようになったら、割とそのコーヒーが美味しいみたいなことになって、コーヒー屋やってますみたいな。 だからなんか十何歳ですけど店長ですみたいな子が、なんかあの前ニュースに載ってたんですけど、そんな感じでその、あの一般の学校に行って学歴をつけて一般企業に就職するという道じゃなくても、何か特殊なあの一個でも尖った能力があれば、その尖った能力で全然食えるので、なのでその尖った能力を伸ばすっていう方向の方がいいんじゃないかなと思います。 その、何にもない人って世の中いっぱいあるんですよ。あの、今見てらっしゃる子供やおじさんとか、子供やおさんとか、ニートとか、無職の人とか、そのなんかあの、普通に何の障害もないんですけど、基本的には無能で、社会に求められることはできませんと。で、なんか就職しようとしても、いや、お前なんかいらねえよ、無能だからっていう人がほとんどで、でもあの、割とその、障害はあるけど、一つ能力が尖ってますっていう、そのあの、手足はないんだけど、あの、一本大満足の人とか、で、割とその何か一つ能力が引いてるだけで、割と食えたりするので、 なので、あの、そういう形で稼ぐっていうのもありなんじゃないかなと思いますけど。えー、こんばんは、クイズ大好き、高橋谷から問題です。30人乗りの潜水艦があります。ところが29人が乗ったところで、みるみる沈んでいってしまいました。なぜでしょうかデブだからデブだからじゃないのかなまあ、最初から穴が開いてて、で、29人でダメになったのか、そういう話ですかね。 えー、日本の性教育の遅れについてどう思いますかビエネッタはアイスクリームの方ですね。はい。えっ、ー、と、なんだっけあの、ビエネッタはアイスクリームの方で、<laughs> あの、そのゲームの名前が、えっ、ー、と、名前は知った、あの、コメントに出てくると思うので、はい。あ、ベヨネッタです。はい、えー、日本の性教育の遅れについてどう思いますか過去特別支援学 校で行われていた性教育が大きな問題になったので、えー、大きな問題になったものの学習指導要領にはないと言ってそれがきっかけで全国的に性教育に対して逆行した印象を受けますがこの実験ご存知ですか知りませんでした。えー、正しい知識をつけるためには欧米では三四歳から段階を踏みつつ始めるのが一般的らしいですが日本全体の意識がそこまで追いつくには一体どのくらいかかるんでしょうか。えっと多分その小学校五年生の時で日本でやった性教育みたいなのは別に三四歳ではやってないと思うんですよね。まあ僕も別にあの欧米のその まあ、欧米でアメリカとヨーロッパで全然違いますけど、そこの教育を受けたわけではないんですけど、ただ別にその、あの、男の子と女の子がいるよ、みたいな話をしてるというだけで、それはまあ、あの、強いて言えば性教育なんですけど、あの、そういうタイプの,その子供を作るための教育っていうのを性教育をしてるわけじゃないと思うので、なんでそこら辺もなんか国とか学校とか文化とか、例えばその、あの、宗教によって結構違うんですよね。一応フランスはその、宗教に関することはやらないってことになってるんですけど、でもなんだかんだ言ってその、キリスト教の文化圏だったりするとか、 でじゃあ、イスラム系強いところとか、プロセスタントとかによってまた違ったりするんですよね。例えばその、あの一応、中絶ってダメだよねっていう国だったり、州だったりだと、その性教育の時にそに中絶というのは一切教えなかったりするんですけど、日本の場合は一応そのなんかあの、望まない妊娠、子供ができた時はこうした方がいい、こうする手もありますよ、的なのを言ったりするっぽいので、それも全然国とかによって違うんじゃないかなと思います。 え、先日 AI に支配される人類が起こり得るのかと質問したものです。えー、では仮に未来の AI さんに今の私たちに起きているこれは何クの話をした時に、あれ、高齢者死にまくったから良かったよねって AI さんを答えるんですかね。えっと、AI にどういう問題を解くかっていうゴールを設定するかどうかです。 なので、その高齢者がいなくなって社会負担を減らすことによって若者の経済を増やした方がいいのか、絶対的に死者の数を減らすっていうのを選んだ方がいいのか、どちらにした方がいいかっていうので、そこの設定をどうするかによって AI も行動を変えると思うんですよね。で、あの、今コロナ禍で日本ってずっと自粛してて自殺が増えてるっていうのもあるんですけど、2020年の4月ぐらいに国民全員に10万円配った時って自殺者数めちゃくちゃ減ったんですよ。 なので、あの、働いてないことによって自殺、そのなんかうつうつして自殺者が増えてる。だからそのコロナ禍の自粛は良くないという説があるんですけど、お金配った時は自殺が減らなかあの、増えなかった、むしろ減ったので、なので、お金配っちゃえば自殺って増えないんですよ。なので、そのじゃあ、その、その死ぬ人をめちゃくちゃ減らしたいよねってやれば、もうロックダウンしまくってお金配りまくるが正解なんですよ。 で、まあ、その後のなんか経済とか、じゃあそのお金どうすんだってのはまた別の話なんですけど、っていうのがあるので、AI って、その、AI にどういうゴールを設定するかっていうところが実は重要なので、なので AI だからこうなるというわけではなく、あの、どんなゴール設定をするかという話だと思います。ちなみにその、じゃあ環境を守りましょうっていうので、全ての権限を AI に渡すと、人間ぶち殺して終わるっていうのも AI の優秀なところだと思います。 えー、こんばんは、情報系の学部に通っている大学4年生です。えー、ご縁があり、大手東証一部上場の社内 SE と大、大東証ジャスダックスタンダードの客先上中型 SE の2つの内定を現在所持,し所持してます。しかし今後キャリアビジョンのメドが立っていなく、どちらにかもなっています。IT 業界は転職市場ので、フリーランスメッセとしたら、客先上中だと思っています。ひろきさんならどっちに行くと思いますかえっ、ー、と、大手東証一部上場の社内 SE の方がいいと思います。なぜなら、えっ、ー、と、社内 SE で、社内の会、人と仲良くなると、そこから仕事が もらえるからです要はあの、ある程度社内でこいつ優秀だよねってなると、じゃあ俺独立するわっていう時に、すいません、ちょっとこの仕事独立するんでもらっていいですかみたいなので、じゃあ発注出してやるよみたいなのがあったりするんですよ。で、独立してうまくいくかどうかって、発注してくれるクライアントとかお金持ちがどれだけ知り合いにいるかで決まるんですよ。 あの、なんかじゃエンジニアで、俺にすげえエンジニアの腕があったら独立してうまくいくんじゃないかって誤解してる人が時々いるんですけど、あの、めちゃくちゃ優秀なエンジニアでも、お客さんを見つけられないと収入ゼロなんですよ。で、じゃあ、あの、めちゃめちゃ知り合いが多くて、 プログラムのコード全く書けません。俺エンジニアですって。じゃあ、仮にじゃあ僕が全くコード書けなくて、僕エンジニアですって言った時に、金持ちの知り合いとか取引先とかいっぱい知ってるから、あの、プログラムなんか需要ないですかって言うと、あ、こういうのあるよって言われたら、あ、じゃあ俺やりますって言って、あの、優秀だけど仕事を取ってないやつに振るんですよね、仕事を。で、そいつが頑張って仕事を上げて、で、そこの20%ぐらいピンハネしてできましたって言って納品して、僕は何もしないで20%もらうっていうのをやると思うんですよ。 で、そうすると、発注が来た時に流して、で、自分は何もしないし、終わった時だけ20%もらえるから、僕って何のコストもかかんないで、毎回毎回お金がチャレンジャーに落ちるんですよ。っていうのがあるので、独立するっていうのは、お金を稼ぐっていうことなんですよ。 なので、あの、自分で好きなプログラムを書きたいとかであれば、それはその客先常駐みたいな形でクライアントを取るんじゃなくて、じゃあ自分でゲームアプリを作って、そこのゲームをみんなには使ってもらうだったり、じゃあウェブサービスを作って、じゃあその掲示板みたいなのを作ってみんなに使ってもらうみたいな形っていうので、自分自身がシステムを作ってみんなに使ってもらうっていうのをやるんだったらいいと思うんですけど、そうじゃないんだったらいかに、ね、金持ちの知り合いをいっぱい持ってるかっていうのが重要でさえ。 えー、某欲系作家の髪の毛のないおっさんをろゆきさんは割とディスってたりしますが、それに対して彼らは割とスルーしてますよね <laughs>。それはまああの、髪の毛生えてるわ、みたいな反応はしないからスルーだと思いますよ。はい <laughs>。えー、あの人たちは自分たちを少しでもにする人、考えの組織の違う人には散々文句を言いツイートして片っ端からブロックしてるのにろゆきさんに対しては何も言ってこない気がします。まあ、見られてないんじゃないですかなんかあの、トランプ大統領を勝ったって言ってる、そのハゲたおっさんと、なんかあの、 <laughs> あの、まあ、そのなんか、超持餅みたいなおばちゃんっていう話は僕何回もしてると思うんですけど、さすがにだって、トランプ負けたのもうみんな知ってるでしょ <laughs> かなんかその、反論のしようもないと思うんですよね。なんかそれに勝とうとすると、トランプは勝ったのであるっていう証明を、その、僕に対してだけではなく、世界中に対してやらなきゃいけないんですよ。その、僕に反論するために世界に対して、トランプは勝ちましたっていう、その、ハゲた人と腰巾着のおばちゃんが言い出し始めたら、まあそれはそれで面白いと思うんですけど、 だから、さすがにできないっていうことぐらいは分かってると思うので、あの僕に対する反論というわけではなく、自分たちが間違ってたという自覚はあるんじゃないかなと思います。はい。まあまあ、言うだけなら自由ですよ。トランプ勝ったんだって、はい。あの好きに言っていただければいいんじゃないかなと思います。ちなみに、あの、その、なんか、あの、選挙のシステム、なんだっけ あの、ドイツの会社で、なんかあの、その選挙システムでドミニオンっていうのの会社が、まあそのドミニオンっていうところが、その違法な操作をしていて、票を書き換えたんだって言ってた人たちっていうのが、まあ世界中いっぱいいたんですけど、で、去年あたり、あの、順番に訴えまくってて、で、訴訟の総額の、あの、損害賠償の請求額の総額が1000億円とかになってるんですよね <laughs>。 で、あの、その、2チャンネルを乗っ取っていた、あの、ジム・ワトキンさんとその息子のロンさんも、あの、訴えられている中の被告の一人なので、負けると、んあの、1000億円か、まあ、みんなで分割するので何百億円かもしれないですけど、払うことになるっていうのがあるので、なので、なかなか厳しいんじゃないかなと思ってますけど、はい。 えー、15歳女です。自分でもバカみたいな話だと分かってるんですが、私は今あるアーティストさんにガチに恋しています。その人は22歳で京都に住んでいます。その人を追いかけて大学へ京都に行って音楽で有名になってその人に自分を知ってもらってあわよくば付き合いたいなんか思ってます。無理と言わずにアドバイスをください。えっ、ー、と、音楽をやったらなんで知り合えるのかっていうのが分かんないんですけど、あの、簡単に口説く方法ってスポンサーになることなんですよね。 よくそのあの、アイドルが、じゃあ一般男性となんか結婚しました、みたいになったんですけど、そう、大体金持ちの社長なんですけど、で、そういうのって、あの、スポンサーみたいな形で近づいて、で、例えばじゃあその、ライブをやりま、やりたいですってアーティストさんが言ってたとして、で、じゃああの、俺がイベント主催してやるよ。なので、あの、金は全部俺が持つから、じゃあその赤坂ブリッジでライブやろうぜっていうと、じゃあ打ち合わせとかで何度でも会えるじゃないですか。 っていう感じで、あの、仲良くなるっていう方が、相手が断れないんですよね。要はそのなんか自分が音楽やりましたって言っても、じゃあ対バンでブッキングされるかどうかわかんないし、じゃあ音楽やって食ってる人って多分日本中に1万人以上いると思うんですけど、じゃあその1万人以上音楽やってる人とかが、じゃあその、じゃあミスター・チルドレンが好きですという人が音楽始めました。で、そこそこ有名になりました。 で、そこそこ有名になって、ミスター・チルドレンと会える機会あるかっていうと、ほぼないんですよ。だって、ミスター・チルドレン対バンとかしないでしょ <laughs> まあ、桑田佳祐さんレベルになったらしてくれるかもしれないですけど、っていうのがあるので、音楽をやりましたとかっって、別に知り合いになれるわけじゃないんですよ。でも、そんなに有名じゃないって人であれば、金出しますって言うといけるので、なので15歳の段階から、一生懸命金稼げるように勉強して大学行ってください。 京都だと、京都大学って割と有名な大学があって、なので、あの、そこのいいところに入って、で、外資系の会社とかに就職すると、20代でも年収1000万とかになったりするので、なので、それで、じゃあ,あ、の、イベントやるから500万円私し出します、みたいな感じでやると、話聞いてくれるんじゃないでしょうか。え、初めてスパチャします。最低賃金って3000円とか高くした方が、物が売れて経済良くなると思うのですが、どうでしょうか。え、でも、バランスの問題で、最低賃金高くしすぎると、あの、無能が雇われない問題っていうのがあるんですよね。 例えば、分かりやすいのでじゃあデザイナーですとでいろんな仕事が来てでそこのデザイナーさんにこう仕事を振ることでなんとか回ってる会社がありますとでそのじゃあ大体1ヶ月ぐらいから仕事っていうのが来てでその作業って1か月はめんどくさいな、えー、と計算めんどくさいなじゃ,あ、えー、とじゃあ時給3最低賃金3000円だから1日だから2万4000円からそうするとじゃあその 二万四千円以上の仕事じゃないと、そもそも仕事として発注できなくなるじゃないですか。いやその時給、あの三千円払うってことは一日二万四千円払わなきゃいけないので、その仕事として二万四千円以下の仕事を受けてしまったら、もう給料払えないから受けられないと。で、そうすると、じゃあ一カット三万円とかしかから、しかもううちの会社は受け付けませんってなっちゃうと、そうすると、その、 他のじゃあ、イラストを頼む会社とかも、え、今のところ5000円ぐらいで頼んだから、この会社に頼むのやめるわってなっちゃうんですよ。そして、あの、じゃあ個人で俺やりますみたいな人になると、じゃあ時給とか関係ないので、じゃあ個人で5000円で受けますってなっちゃうと、その3万円以上でしか受けない会社に誰も発注しなくなって、その会社潰れるんですよ。で、まあ、あの、ある程度実力になる人っていうのが、じゃあ、あの、5000円ですとか8000円ですとか1万円ですって受けるようになってしまうと。 なので、その、ある程度お金を出す元がまず、あの、それなりにお金持ちじゃないと、まあ、その、発注が来ないので、会社自体が潰れ仕事が取れなくて会社が潰れてしまいますと。で、さらに、その、じゃ時給3000円以上の仕事ができる超絶なイラストレーターさんであればいいんですけど、例えば、じゃその、1日に、その、なんか5万円分ぐらいの、なんかすごいかっこいいイラストが描けるイラストレーターさんであれば、じゃ5万円仕事来て、で、給料2万4000円で全然回るんですよ。でも、その、け出しのイラストレーターとかって、 一日に5万円分のイラストなんて書けないじゃないですか。せいぜい5000円ですよ。で、そうすると、書け出しのイラストレーターさんを雇う会社がなくなるんですよ。だって、要は5000円分の人しか、5000円分の絵しか書けない人に、一日かけてね。で、そのじゃあ2万4000円払わなきゃいけないって言ったら、いや、うち損するからお前なんか雇わねえよって終わっちゃうじゃないですか。 っていうのがあって、なので最低時給を上げると、実はその、そんなに優秀じゃない人が雇われなくなってしまうっていう問題だったりとか、ちゃんとお金がないところは仕事の発注ができなくなってしまって、会社がその回れなくなって、経済も回らなくなって、失業者が増えるっていうのもあったりするので、なので経済が回ってる時に最低時給をじわじわ上げるということ自体は僕も正解だと思うんですけど、 要は、あの、実勢価格。例えばさ、イラスト、も1枚5000円っていう相場の中で、1枚24000円で売らないと、もう、あの、経済回んないよね、みたいな、高い時給にしちゃうと、その、産業自体が潰れちゃう可能性なんですよね。要は、日本の会社の頼んだら高すぎるから、じゃあもう韓国の会社の頼めばいいじゃんとか、台湾の会社の頼めばいいじゃん。で、台湾の人たちが、あ、俺全然1枚3000円でやりますって言ったら、あ、台湾便利だわって言って、お金が全部台湾に流れちゃうんですよね。 まあそれはそれでいいのかもしれないですけど、結局じゃあそのイラストを描いて食うっていう人が日本からどんどん減っていってしまうっていうのがあったりするので、なので最低時給を上げたから経済が良くなるっていうそんな単純なものではないんじゃないかなと思います。 えー、マまこ的な秘書です。今、経済的に席が入れられません。もうすぐ生まれることもいます。この前ままで席を入れないで生き抜く自信はあります。しかしながら子供が大人になるにつれて、親が結婚していないことに一緒に思うかなという心配があります。えー、自分は髪切る一番のことだから気持ち同じだという予定です。席入れないで子供を作ることが悪くないと思うし、日本社会を恨む気がないけど、そうせえらいませんでした。子供大丈夫かなえっと、頭悪いんでしょうね、多分。あの、席を入れないっていうのにこだわってるんですけど、 あの、席を入れない理由がどこにも書いてないんですよね。あの、経済的に席が入れられませんっていうのが、まずちょっとよくわかんないんですけど、あの、結婚って市役所に紙切れ1枚出せば席入れられるんですよ。なので、経済的に席が入れないとすると、印鑑が買えないか、その、あの、ボールペンが買えないなんですよ。あの、結婚のその書類って区役所にくださいってのもらえるので、 っていうぐらい経済的に席が入れられないんであれば、生活保護もらってください。で、そんなあの、ボールペン一本買えないとか、印鑑一個買えないんだったら、それは仕事ではなく趣味です。なので、さっさと転職してください。なので、あの、お金がないのであれば、席を入れた方が、むしろ、あの、その、働いた時に、その、あの、手当がもらえるんですよね。その、あの、要はその、結婚した場合に奥さんが働いてまいてすっていう場合に、その、配偶者控除みたいなのがあったりとか、あとその、三人家族で収入がこれだけ で、なので、もしくは、ああのの生活保護的なものを取るとか、いろいろあるんですけど、っていうのがあるので、経済的な理由と結婚できないはリンクしてないので、そこがなんか、経済的な理由で席がいらないと思い込んでるのが間違いなんじゃないかなと思いますけど。 5年間経理の仕事をしてましたが、小さな会社なので社長から Web デザインと広報の仕事もしておいておりました。業種、うん、でできるかカメファンです。依頼などデザインを最短で習得するには何をすればいいですかと、自分でやる必要ないです。あの、ウェブデザインを外注して、それのディレクティングをやってください。あの、なんかあの、クラウドワークス系のあの、安上がりに働く人たちっていうのに、あの、発注して、で、なんか、いや、もうちょっと赤多い方がいいよね、とか、なんかイラスト可愛い方がいいよね、とか、適当なことを言って、そのデザインが上がってくればいいんですよ。 なので、あの、自分自身が手を動かすっていうのじゃなくて、発注するっていう方向に持ってくといいんじゃないかなと思います。SNS は自分でやった方がいいですよ。流行りのメタバースに興味を持ち、いろいろ調べたんですが、えー、だんだんこの世界は仮想前現実じゃないかと思うようになりました。ひろゆきさんは私たちが生きる世界が仮想現実の可能性はあると思いますかはい。あの、仮想現実ではないという証明ができないんですよね。要はその、まあ、あの、人類が実は5分前に生まれました。 で、5分前に生まれたんですけど、昔から10万年の歴史があるかのように、あの地球というものを作り、で、その宇宙というのが果てしなく広がっているように見えるように作ってますけど、実際は5分前に作りましたっていう理論を、あの完全に否定することができないんですよ。 その、いやいやいや、だって、あの、なんか、その、土掘ったらさ、ナウマンゾウの化石とか出るじゃん。うん、5分前にそれ埋めたから、俺が。って言われたら、え、えそうなのっていう。で、でも、そのなんか、あの、炭素とか調べたら、これ、あの、5000年前の、あの、結果が出るようになったんだけど、うん、そうやって作った、俺が。って言われると、あの、実は、5分前に作られたっていう証明ってあ、その5分前に作られたっていう説を否定することって不可能なんですよ。 えっと、今のところ、えっと、現代の哲学者とか思想家が、あの、これに一生懸命挑戦したんですよ。世界が5分前に作られたということを否定するための論理を作ろうっていうのをいろいろ頑張ったんですけど、今のところこれ成功した人まだいないんですよね。 なので、あの、まあ、その、過去の人たちで,できなかったので、ひょっとしたら、その、今見てらっしゃる子供やじさんと子供やじさんとか、無職とか、ニートの人で、その、5分前に作られてない証明っていうのはできる人いるかもしれないですけど、あの、いやいや、そうやって作ったんだよ、俺が、とか、いやいや、そうやって作ったんだよ、神が、って言った場合って、否定不能なんですよ。で、その、量子力学が、なんでそうなってんのうん、5分前に俺が作ったから、っていうの。なので、あの、何かもしこれ、あの、覆す理論があるんであれば、はい、あの、教えてください。 もしその理論がちゃんと理論的に証明できたら、ノーベル賞取れるんじゃないですかね。えー、27歳、金融機関勤務のとこです。会社での報告連絡相談についての質問です。私は上司に仕事の広告をする際、結論から伝えると経緯が全くわからないと食い気味に言われ、経緯からなすと結論を先に言われております。相手が求めている情報を伝え方を考え、相手に合わせて使えるべきと言われる。それもあるんですが、イルクさんがビジネスシーズンで本音像をする際、何か気をつけていることはありますかえっと、 先に質問した方がいいと思います。結論から言いますか経緯から言いますかって質問して、結論って言われたら、あの、あなたは30年以内に死にますっていう結論を言えばいいと思うんですよ。で、経緯を教えてくださいって言われたら、健康診断の結果が来ましたって言えばいいと思うので、あの、そもそもその上司がどちらを先に行くかは質問した方がいいです。はい。どっちが正解とかじゃなくて、上司が決めることなんで。 36歳、女性年収500万、3 3歳、推定年収450万の男性と交際中、来年春入籍予定です。私は今の仕事を辞めたいのですが、子供できれば欲しいので、将来のことを考えると辞めるわけにいかないと思います。スキルはしか生まれません。円満の方庭を築くために、とんもなすべきでしょうかアドバイスをお願いします。もう子供を作っちゃめべじゃないのあの、 子供が欲しいのであれば、36歳だともうすでに高齢出産なので、あの、今すぐ子供を作ってください。で、子供を作った後に、後のことを考えてください。で、ぶっちゃけ、あの、450万の金があれば何とかなりますよ。<laughs> あの、僕、その北区霧ヶ丘っていう、あの、霧ヶ丘団地っていうところ出身なんですけど、で、あの、3年前ぐらいかな、なんか久しぶりにたまたま同窓会的な、その、あの、中学、小学校、中学校一緒だったメンツと飲んだんですけど、 あの、その、友達が、あの、親が結構実は離婚しているみたいな話を今更聞いて、ああ、そうなんだ、みたいなのがあったんですよね。で、まあ、どういうことかっていうと、あの、団地に住んでると、あの、夫婦で生活をしてると、あの、合算してそれなりの年収になると、家賃が高くなるんですよ。で、シングルマザーとかだと、家賃格安になるんですよね。 なので、あの、書類上離婚して、あの、両親共に住んでるっていう家が結構あったんですよ。要は紙切り一枚出すと、家賃安くなるんですよ。じゃあ紙切り一枚出した方が得じゃねっていうのが、あの、帰宅民の考え方で。なので結果として、あの、実は離婚してたけど、別にあの、周りも知ってるんですよ。<laughs> まあ、言う必要ないんだけど言っちゃうんだよね。で、そうすると、あ、じゃあうちも離婚するわ、みたいなのがあって、その偽装離婚当たり前だったっていうか、あの、人たちがいっぱいいるっていうので、 なので、あの、そういう形で、実は、あの、金を、その、稼がないで、なんとか楽に暮らそうと思ったら、いろんなやり方があるんですよ。あの、都営住宅、UR とかも、シングルマザーですとかだと、あの、都内で結構いい土地の団地とかが、割と安値に住めたりするんですよね。早稲田のあたりとかにもあったりするんですけど、あの、高野場をね。っていうのがあったりするので、なので、その、公営、公団住宅に住むためには、シングルになった方が得だよねっていうのがあったりするので、なので、あの、いろんなやり方があるので、ね、あの、 お金を稼ぐとかってタイミングでできるんですよ。あの、たまたま旦那さんがすげえ稼げるかもしれないし、なんかたまたま友達と一緒に買ってみて仮想通貨がなんか大化けするみたいなのがあって、あの、たまたまなんとかなるとかってお金の問題って結構あるんですよね。なんかあの、ご両親のどちらかが亡くなって遺産がありましたとか。でも残念ながら子供がたまたま生まれるは40過ぎるとかなり難しいんですよ。だから36歳の方があと4年以内に子供を産まないと、 あの、えっ、ー、と、諸山じゃなければまだなんとかなるんですけど、初産40個えはなかなか厳しいんですよね。で、それたまたまでなんとかなる問題じゃないので、あの、お子さん欲しいのであれば今すぐ作るが正解なので、あの、おっさんのどうでもいい放送に1220円払うぐらいだったら、子作りの儀式を今から始めてください。えー、ひろきさんこんばんは。27ん金融機関勤務の男です。会社での報告、連絡、相談日ってこれ読んだやつですね。すいません。 大量に捨てられる着物を何とかしたくてビジネスがしたいのですが、ひろきさんならどうしますかコロナ前まではインバウンドで外国人観光客にレンタルしていました。<music> その着物が大量に余っているのと遺品整理たので捨てられるような着物が入っています。こんな着物に何か有用な道はないでしょうかえっと、めちゃめちゃおしゃれなインスタグラムの写真とか、で、あの、最近あの、暇なモデルさん多いので、 あの、ただ同然の額で来てもらうみたいなのでやって、外国に売ればいいんじゃないですかね。あの、えっとね、パリパリ日本文化会館みたいなのが、えっと、あの、ビラケムっていう駅の近くにあの、パリにあって、で、そこでね、あの、おにぎりが売ってたんですけど、確かに、ね、1個5ユーロとかするんですよ。なので、6百0ん5 0円あの、おにぎり1個ですよ。<laughs> で、あの、あと、パリのロックにもおにぎり屋さんっていうのができたんですけど、で、それもね、1個で、すげえちっちゃいですよ。で、1個でね、3ユーロぐらいするんですよ。450円。で、ね、えっとね、あの、3個で 10, 10ユーロみたいな。1300円。で、あの、その1300円が安いって感じちゃうのが、まあ、パリに住んでる人んですけど、 っていうぐらいに、割とあの、その日本のものに結構高い金払って買うの当たり前だよねって思ってる人って海外に結構いるんですよ。なんかあの、1万円だか5千円だかでなんか駄菓子積み合わせみたいなセットをその日本に住んでてフランスに送ってる。 あの人のなんか商売の話とか、メンバーかなんかで見たんですけど、そんな感じで、割とその日本のものを結構高く買うっていう人って海外に行ったりするので、なので海外に売るっていうのを意識した方がいいんじゃないかなと思います。あの、ジャパンエキスポで知り合いがなんか着物をなんか裁断して売るみたいなのをやってて結構売れたって言てたので、あの、ジャパンエキスポっていうと、あの、えっ、ー、とその日本文化イベントみたいなのがフランスで、えっ、ー、とね、8月の終わりぐらいにあって、今年はもう終わっちゃったかな。 で、それで一応20万人ぐらいヨーロッパ中から人が集まって、なんかその模造刀だったりとか、あの、着物を傘にあの日傘にしましたみたいなのがかって売ってたりするので、なので、一回見に来てみるといいんじゃないかなと思います。あの、自分で売るのがめんどくさかったら、それに出店してるお店におろすっていうのもできるので。なので、その、なんかこういうの持ってるんですけど、自分で出店する、もしくは、じゃあこういうのあの、なんかあの、理販売してくれませんかみたいな知り合いを作るっていう意味でも、一回行ってみるといいんじゃないかなと思います。 えー、少子化問題に一言お願いします。割と僕はあの、YouTube で少子化にいろいろ話してるんですけど、少子化問題を解決したくないと思ってる人が日本人の多数派なので、なので解決することは無理なんじゃないかなというのが今のところ僕の結論です、はい。その、あの、子供が多く生まれてきちんと教育を受けて経済的に発展するというのが、その、えっと、日本、まあ、 日本人が多く育って、あの、いろいろ、その世界の中でいいポジションを取るのには必要なんですけど、あの、残念ながらその子供を増やさない方がいいよねっていう、子供の出産とか難しくした方がいいよねって考えてらっしゃる政治家が多数派なので、子供の出産難しいよねっていう状況になってますと。で、その日本人を増やすのはなかなか難しいよねっていう状況で、なんか武蔵野市が、 あの、外国人の方に賛成権を与えようっていうのを武蔵野市の市長が言い出してるんですよね。あの、吉祥寺とか三鷹とかが。あ、っち三鷹、三鷹しか。あの、吉祥寺があるところを武蔵野市って言うんですけど。で、その、まあ、あの、外国人であっても住んでる人が、まあ、あの、その、まあ、その地方自治体影響を受けるので、住んでる人だったら外国人でも賛成権あげればいいじゃんっていうのは理論としてはあるんですけど、あの、3ヶ月以上住んでたらそこで賛成権もらえるんですよね。<laughs> だから、まあ、例えば、その、じゃあ、日本語学校に行きます。で、住んでる場所が吉祥寺でしたってなると、そこで1票なんですよね。で、武蔵野市だと、なんかね、2000票か3000票ぐらいで、あの、市議会議員作れるらしいですよ。 要は、あの、市議会議員が何十人って中で、その二三千票があれば、あの、一人市議会議員が生まれると。で、多分、ま、武蔵野市の時点で始まったとしても何も起きないんですけど、で、じゃあ何も起きないよねっていう感じで、多分他の市もそれ影響を受けて、多分、その、うちの市もじゃあ外国人に三席あげますっていうのやると思うんですけど、で、どっかのタイミングで、じゃあ、その、 俺たちの国って、ここに、じゃあ、武蔵、まあ、仮にじゃあ、武蔵野主の後に、じゃあ、羽生市で、その外国人 OK っていうのやりますってなるときに、じゃあ、羽生市の方が人口少ないから、じゃあ、羽生市で、羽生市って今でもあるっけあの、東京に、ま、いいや。で、そこでじゃあ、500人ぐらいで受かるだとすると、あの、うちのその日本語学校の生徒で中国人集めたら500人以上行くよねと、OB も含めたら。じゃあ、そのみんなで住民票移せばいいんじゃね で、別にあの、一つの家で6人7人住んでるって結構当たり前なんですよね。板橋区とかだと。羽生市わかんないですけど。羽生なめんな先生。ハム羽ハ羽ラっけだっけ,羽村だっけまあいいや。で、っていうのがあって、じゃあ500人ぐらい移動しました。で、そこでじゃあ、外国人に、あの、幸せになるような形の法案出して、あの、そっちに入れますよって議員がいたら、500票あると受かっちゃうんですよね。で、そうすると、じゃあその、 外国人でも生活を取りやすくした方がいいよねとか、じゃあ外国人でも中の生活のためのお金配った方がいいよねっていう法案だったりを出す人が増えちゃうと。で、その、あの、僕がその外国人とかに対して、その政治的な影響力がない方がいいよねと思ってる理由が、そこであの、長年住む予定のない人たちが物事を決める権力を持っちゃうってことなんですよね。 なので、あの、東京都って、あの、群馬県にめちゃめちゃでかい水槽を作ってるんですよ。これ何の話してるかわからないと思うんですけど、あの、まあ、その、あの、東京にいろんな川が流れてきますと。その荒川だったり、あの、その新華川だったりとかですけど、で、それがたいあの、群馬あたりの,あの山から来るんですけど、で、そこの,あの水を群馬のあたりで止めないと、その日本に、あ、その東京にすげえ水が来ちゃうんですよ。なので、その群馬の、群馬あるいは埼玉県の奥か。 に、埼玉県の奥に、そのすげえでかい水槽を作って、で、そこに、あの、なんか、あの、すげえ雨が降った時に水をためる設備ってあるんですけど、で、それめちゃくちゃ金かかってるんですよ。 っていう感じで、その、長期的に何かその災害対策とかっていうのを考えたときに、じゃあその、10年20年住むんだったら地震対策必要だよねとか、じゃあその少子化問題解決するために子供を産めるようにした方がいいよねとか、教育にお金かけた方がいいよねってなったりするんですけど、残念ながらその、10年後俺たち住む必要ねえし、ここって思ってる人たちだったら、じゃあ今お金あるんだったらそれ配ろうぜってなっちゃうんですよね。 なので、その、どちらかというと長期的に住む可能性がある人たちにちゃんと有権者として賛成権を与えた方がいいと思うので、そのなんか子供を産んでる親に2票とかの方がよっぽど現実的なんじゃないかなと思うんですけど、まあ残念ながら外国人に賛成権を上げるっていう方向に、なんか日本は住む自治体が増えるんじゃないかなと予想しておきます。はい。 えー、ひろゆきさんに似ている保護猫を飼ったので、保護猫ひろゆきという YouTuber を始めました。全く懐いてないので可愛い動画も撮れていません。バズるためのアドバイスをいただきたいです。えっと、バズるだけだったら動物虐待するとめっちゃバズりますよ。多分アカウント止められますけど。 35歳、体重108キロ、超デブです。身長197センチないくらいで、体が大きいせいで上司に怖がられているのでどうしたらいい先日ドルマが未達で詰められた際に、ついお前が悪いんだろうと逆言え。課長さんは何も悪くないのに。<laughs> 怒られるとつい大声を出したり、会社の付けとかコップを壊しちゃいえー。課長かわいそうにトイレで泣いてたそうです。社長からもう50歳になる男が泣いてるのはたまごとではないと。えー、首は悪る。社長には頑張りますと言いますが、伝わるかな <laughs> えっと、あの、2メートルで108キロだったら別にデブではないと思うんですよね。むしろあの、やべえ体格のやつだと思うんで。で、確かにあの、2メートルある人があの、ちょっと力入れて物叩いたら壊れちゃうと思うんですよ。うん、しょうがないですよね。あの、だから、うん、あのね、仕事向いてないと思うんですよ、今やってる仕事は。あの、その、 あの、ば、例えばそのクラブの入り口のバウンサーとか、あの、その受付でその睨みを聞かせる仕事とか、もうちょっとそのインパクトが大事な仕事をした方がいいと思うんですよね。あの、多分普通の営業系の仕事だとちょっと上司の人かわいそうすぎると思うんですよ。やっぱ50過ぎた人がね、一発殴られたらね、入院しちゃうから、それはもう上司の人かわいそうだなと思いました。はい。 コメントも大型巨人っていうのもどうかと思いますけど、はい。ADHD が原因か、キャドオペなどのスキルで、えっ、ー、と、渡り鳥みたいに生きてます、えー。周りから白い目で見られてますが、私は充実しています。えっ、ー、と、彼氏とも事実婚希望で、自治場には白い目に見られています。世の中こんな生き方も、えっ、ー、と、見掘られるようになると思いますか思いません。あの、多数派がどうかっていうところで、日本の場合は判断されるので、 多数派の人たちがあまりそれがよろしくないと思ってるものは変わらないです。はい。で、多数派の人たちって、要はあの結婚して名前も一緒で同じ職業についているというのが普通だよね。要は普通っていうのは多数派っていう意味なので。なので、あの、その少数派の人が評価される場合って、めちゃくちゃ金持ちになった時だけです。要はその、あの、 普通の人と同じようなことをやってると普通だよねって言って評価されるっていうのが日本なんですけど、ただそれを打破する場合って、金持ってる場合だけ打破されるんですよ。なぜなら羨ましいから。<laughs> 要は、あの、羨ましいから普通じゃなかったとしてもああなりたいってなるんですけど、普通じゃない。金持ってない。じゃあ普通の方がいいよねって日本は割となりがちなんですよ。 なので、もしその、あの、他人からの評価を気にするんだったら、あの、金持ちになればいいと思うんですけど、そもそも他人からの評価を気にして生きてる方が辛いと思うので、他人からの評価を気にしないっていうので生きてった方がいいと思いますけどね。 23歳、ベトナムのジ男です。私はバブル時代を切ってない世代のですが、高いものでも売れたと聞いています。バブル時代の人たちは安い外国産のものも買う方向に流れたかったもんですかそもそも外国産の安いものがなかったもんでしょうかえー、愚行ですが、物価が上がった方がいいとは思いつつ、日本の物価があったら貧乏人は安い外国産のものに流れ、国内のものが売れなくなるのかなと思いました。どのように物価を上げていくのが正解ですか医療さんの見解を聞きしたいです。えっと、高いから買うんですよね。あの、例えばじゃあ、その、えっ、ー、と、 エル,エルメスっていうあのファッションブランドの,あのバーキンっていう名前の,あのカバンがあるんですけどあのバーキンさんっていう人にプレゼントするようでもともと作ったらいいんですよね確かっていうのがあるんですけどあれがなぜ買うかっていうとあの触ってみて使ってみて便利だから買いましたって人って多分5%以下で高いから買うんですよだからそのものを知らない人ってあの このカバンってなんでいいのっていうと、高いからいいっていう説明しかできないんですよ。で、見る人もあの物を知らないので、高いからいいカバンだっていうふうに感じるんですよ。あの世の中には安くていいものがあるんですけど、残念ながらあの、物を見る目のない人の方が多数なので、安くていいものだとすると、そのいいものが理解できないので、安いものとしか見えないですよ。で、 悪くて高いものっていうのがあったときに、世の中の人は物の価値がわからない人が多いので、いや、その、悪くて高いものの悪いがわからないですよ。見えないですよ。なので、高いもの。だから、この人は高いものを持ってるから、価値のある人だって思いがちなんですよ。あの、プラダっていうメーカーがあって、あの、ナイロンのどうでもいいカバンに、プラダっていうタグがついてるだけで、 10万円とかで売れるんですよ。であれ、ナイロンのカバーなんで大したもんじゃないですよ。縫製はきちんとしてますけど、まあ、所詮ナイロンなんですよ。でも、じゃあ、ナイロンでプラダっていうタグがついてなかったら、5000円で売られてる、そのあのバッグだと思うんですけど、あれがプラダって書いてあると10万円で売られるんですよ。で、ナイロンのバッグを持ってます。 プラダのタグを外しましたって言った場合、多分、あ、ただのナイロンバッグなんだ。今週なんでナイロンバッグ持ってるんだろうっていうふうに思われるんですけど、それにプラダっていうタグがついているだけで、あ、プラダじゃんっていうふうに見られるんですよ。っていうぐらい世の中って、元を見る目がない人が多数派なので、なので、高いものがなぜ売れるのかではなく、高いから買うっていう人がいるので、高いものをわざと作るっていうのがずっと続いてたんですよ。でただ、あの、バカ向けに、あの、高いだけで意味ないですよっていうと、さすがにあの、 恥ずかしいってなっちゃうので、高い理由はこうなんですっていうのが、あの、なんか、数量限定とか、それ高い理由じゃねえんじゃねえと思うんだけど、なんか限定だから高いみたいな。もともと別にだって、100個しか作んないって決めてたら、別にそれで、100個しか作らないは高くなる理由じゃないんですけど、でもなんか100個しかないから、なぜかじゃあ、あの、価格50万円ですっていうと、え、なんか、希少性があるから高いのかなみたいなの売れるみたいなのがあったりするので、なので、あの、高くするが目的ですはい。 で、その物価がどうやって上がった方がいいかっていうのって、結局その余裕がある人は高くていいものを買うっていうので、ちょっとずつ物価って上がっていくるんですよね。なので、その、人々の生活の余裕があると結果として物価が上がるんですけど、あの、インフレになった方がいいよねっていう、割とその日本で頭の弱い人が言ってるんですけど、あの、えっと、皆さんがお金を持ってる状態であれば、自然にインフレになるんですよ。例えばじゃあその、なんか、100円の回転寿司と、 じゃあ、その、なんか、千円の、あの、それなりの、その中、あの、一皿千円のそれなりに美味しい寿司屋がありますと。で、金持ってるんだったら、別にわざわざ百円の改善寿司行かないよねと。千円の寿司屋行くよねと。一皿千円のね。で、結果として、あの、じゃあ、千円の、一皿千円の寿司屋の売り上げが増えて、あの、寿司の単価っていうのが上がってって、物価が上がるんですよ。で、それは、みんなが金持ってるから、物価が上がって、結果としてインフレになるんですよ。 なので、あの金持っててみんなが幸せだからインフレになってる。なので、インフレになってる国っていうのは経済的にうまくいってることが多い。これ正しいんですよ。ただ、頭の弱い人たちが言ってるのって、インフレにさえさせれば日本人が金持ちになるっていうすごい誤解をしてるんですよ。ただ、今、あの、電気代とかガソリン代とかってちょっと上がってると思うんですけど、で、じゃあ、あの、今その原油が高くて、あの、円も安くなってるので、ガソリン代が高くなりました。 で、ガソリン代が高くなりましたっていう時に、それ日本人得してますお金持ちになってますっていうと、むしろガソリン代が高くなった分だけ、その産油国に払うお金が減って、より貧乏になってるんですよ。で、でもじゃあガソリン代が高くなったから電気代も高くなって、で、多分そのうち送料も高くなると思うんですよね。あのイギリスとかって今送料高くなってるんですけど、なんで送料が高くなって、あのみんな物を買うのにどんどんお金を払うのが多く払わなきゃいけないようになりましたと。 で、その時に、あの、じゃあ日本人の人たち幸せになりましたかっていうと、単に産油国にいっぱいお金払ってるだけなんですよ。でも、インフレ率としては、多分1%、1.5%とかで、あの、日本中の物価が上がりましたよね。っていうので、それでじゃあ日本人お金持ちになりますかっていうと、なりませんって話なんですけど、残念ながらバカな人って、あの、インフラ、インフレにさえなればいいと思っちゃってるんで、あの、なので物価を上げることよりも、日本の景気を良くすることの方が重要なんじゃないかなと思うんですけども、 えー、最近周りの人がみんな最後をぼけるという怪奇現象が起きて不気味です。えー、コミで突っ込み方もわからず、昨日聞いた一言も言いません。ひるくさんならどうしますかえっと、面白くない僕は突っ込まなくていいと思います。えー、こんばんは、今自律神経失調症という軽い鬱で仕事を1ヶ月休んでます。福利厚生で傷病手当を受けますが、あと1ヶ月飛ばして職探しをしたりのんびりするにはどう思いますかあ、ずっいいんじゃないですか 仕事がこう一年続かなくて後ろ見たいです。履歴書の履歴がたくさんあると、うん、履歴書の履歴がたくさんあると不利ですよね。別に不利になんないので、あの、履歴書になんかあの、うつで1ヶ月休んでますが別に書く必要ないと思うので、なので別にあの、なんかあの、実家の手伝いをしてましたとか、あの、個人事業主として独立事をしてたんだけど失敗しましたとか、なんか適当な理由さえ作ればいいんじゃないかなと思います。というわけでそろそろ終わります。 え、先ほど借金の上について聞いたものです。えー、禁止産照を登録をしたとして、例えば正規のルートではなく闇金業者に借りてくる相手でも通用するものでしょうかえっと、闇金業者に借りた場合は警察に通報してください。あの、要は、あの、返す義務がないので。えー、現在27歳、最死墓地、電収850万で空調設備病的業で施工管理業務をしています。えー、毎月170時間ほとんど残業し、80時間しか、えっと、あの、禁止登録の話をすると、あの、 例えば子供って未成年って契約行為ができないんですよ。だから例えば小学6年生の子供がなんか借金して200万円借金を負いましたってなった場合って、その金貸しが小学6年生に200万貸しました。で、返してくださいって言っても、その子供は200万円を払う義務がないし、親もその200万円を払う義務がないんですよ。要は子供というのは契約行為ができませんっていうのが法律で決まってるんですよ。なので、あの子供に契約させる場合って必ず親の名前で契約書作らされるんですよ。 いや、その子供は契約者にはなり得ないので。っていうのがあって、金地産者の場合って、契約能力がないので、金地産者が、あの、金借ります、金貸しますって書いん金返しますって書いてた人も、無効になるんですよ。なので、あの、無効ですって言って、それでも文句言ってくるんだったら、警察に行けば、要はその、返す義務のないものを取り立てをしようとしてるっていうのは、強盗と一緒なので、警察に行くと、警察が何とかしてくれると思います。はい。あ、イヤホン逆だったすいません。 え、現在27歳最終持ち年収850万で空調設備大手企業で施工管理業もしています。えー、毎月170時間ほどの残業し、80時間しか勤務登録できません。えー、土曜日も毎週出勤、学校、忙しい時は日曜も。で、家族と時間が取れず、この辺りか方嫌でたまりません。最近転職を考えているのですが、給料が良いこともあり、踏ん切りがつかず、このまま会社で与った方がいいのか転職した方がいいのか悩んでいます。えー、また転職するときは今の会社に未払い分の残業代請求するつもりです。ひろきさんなら家族かお金どちらか選択するか教えてください。えっと、あの、未払い分の、あの、 勤務時間も入れて時給計算してみてください。年収850万は、あの、表向き高いんですけど、勤務時間でちゃんと計算したときに、時給2000円ぐらいとかになるのであれば、他の会社行った方が得だよねっていうこともあるので、なので、あの、そこまで計算してホワイト企業に行った方がいいのであれば、さっさと辞めて転職した方がいいんですけど、ただ、その残業代をもらってなかったとしても給料高いよねっていうのがあるのであれば、今の会社に行った方がいいと思うので、 なのでそこら辺のあの一時間あたりいくらのあの時給で働いてることになるのかっていうのを一回計算してみて客観的に見るといいんじゃないかなと思います。えー、うつ病から10年経ち、静けん性障害あ転換性障害になり、左足と右手の脱力と皮膚感覚がなくなりました。今ま他の五感も奪われていくかもしれない恐怖症からさらにうつ病化がしました。普通の精神科よりカウンセリングの方が良いでしょうか。えっとあのガチどんあのちゃんとしたら病院に行ってください。はい。 あの、なんか、生地カウンセリングって言って資格のない頭のおかしな人が、なんかカウンセラーって名乗って金取る場合があるんですけど、あの、悪化する人だと思うので、あの、ちょっとあの、医学の免許を持ってる、あの、精神内科とかに行っておいてください。あの、きちんとお薬をもらった方が治る場合もあるので、で、あの、ちょっとあの、医学の免許を持ってる精神、あの、その、診療内科の場合であれば、あの、処方箋出して薬を出すこともできるので。なので、あの、病院に行ってください。ガチの病院に行ってください。あの、自称クリニックとかに行くのやめてください。 自己都合でやむを得ず在宅事務で Excel を使うことになったのですが、Excel 自体触れるくらいしかスキルがなく、どのくらいスキルがあれば言うかしょうがありません。全くの無知に教えるレベルでご教授願います。えっと、あの、すでに事務の仕事をしているのであれば、そこの事務員の人に聞いてください。あの、対して必要がない場合もあれば、ちゃんと幕録面レベルまで行かなきゃいけない場合もありますけど、それはその相手の会社が求めるレベルによるので、僕ではなく相手の会社に聞いた方が正解を得られると思います。はい 理想のクリスマスデートは、えっと、クリスマスとか何も気にせず家でゴロゴロしてるとかですね。あの、めんどくさいですよね。人混みの中でかけるのは。えー、アラフォー会社員です。先日脳内出血で入院しました。えー、勤務中に頭痛と嘔吐感が出てきたので早退したのですが、症状が悪化したため緊急入院しました。現在、病気的な処理をされているらしいのですが、労災認定されないのは会社に騙されてますかね。はい。えー、とりあえず、このまま限界まで休みを逃した方が良いですか。はい。えー ちなみに、後遺症はほぼない状態ですで。後遺症がないのであれば、あの、普通に仕事に戻るっていうのもありかもしれないですけど、ただ一応、労災認定されるための証拠だけはきちんと残しておくがいいと思います。あの、一応その脳内で後遺症がなかったとしても、再発する可能性があって、で、再発した時に初めてなのか2回目なのかとかで、保険の折り方とかも変わってきたりするんですよね。 なので、あの、今会社が労災じゃないという形にしようとしてると思いますけど、労災であるという証拠は一応主張できるような状況にしつつ、あの、会社に戻って普通に働くっていう方がいいんじゃないかなと思いますけども。えー、平安時代中期の日本の続言と続進として、女性は死後初めて成功した相手に手を引かれて三途の川を渡るというのがあったそうです。こういったオカルト的な話で男性バージョンはあるのでしょうか 知らないです。<laughs> すいません。あの、僕別のあの、民族学がそんなに詳しくないので、はい。男性だけで日本でってあんま聞いたことないですけど、まあ探しはあるんじゃないですかねえ。高校3年生です。同級生の彼氏が警部官と陸上自衛隊の一級装甲補正に合格したのですが、どちらをやえばいいでしょうか。えー、まだ警部官は精神的に病む人が多いと聞きましたが、その辺を踏まえてお願いします。本、えっと、あの、精神的に全く病まないのであれば、警部官は一生できるので、 あの、一生できる仕事で行くと、警務官の方がいいと思うんですけど、やっぱなんだかんだ言って、あの、陸上自衛隊だと、体力がないとなかなか続かないのと、あの、出世コースに乗ってれば、まあ続けられるんですけど、出世コースに乗ってないと、やっぱりあの、30代ぐらいで転職しなきゃってなっちゃったりするので。なので、警務官行けるんだったら、警務官の方が人生安泰なんじゃないかなと思いますけど。えー、副業で自家焙煎コーヒー豆のオンラインショップを運営しております。 キャンプが好きなのでアウトドアをかけるコーヒーというコンセプトでアウトドアブレンドというオリジナルブレンドを作った売り上げがかなり伸びました、えー。さらに大手と差別化するために完全中,完全中生産にし、イータネで香りの強いコーヒー豆をバーズ船直後に発送しています。えー、今後この仕事一本で成果するために何かアドバイスをお願いします。と多分そのアウトドアとコーヒーって、ぶっちゃけ全然関係ないと思うんですよね。 別にあの、<laughs> どんな豆だろうとアウトドア用とか特にないし、で、あの、アウトドアの状態でコーヒー飲むとなんか美味しく感じる、なぜなら疲れてるかって、それだけだと思うんですけど、っていうところで、あの、どういうブランドにすると人が受けるかっていうところは結構分かってらっしゃると思うので、なので、あの、適当なブランドだったり、適当なその商品っていうのを作って、で、それをネット上で割とバズらせるっていうので、いけばいいんじゃないかなと思います。で、あの、香りの強いのにするのは正解だと思います。 あの、なんかその、焙煎所でいちいち頼んだコーヒーっていうのだと、あの、すごくオーソドックスなものが来られると、え、こんなもんなのってなっちゃうので、むしろその、香りが強いとか、酸味がめっちゃ強いとか、結構その、特殊な豆を使って、あの、焙煎した方が、多分え、こんなコーヒー飲んだことがないみたいなので、あの、癖のある形の方が、多分あの、面白いみたいになると思うんですよね。 ただ、あの、なんか、ウォッシュドとかよりはそのなんかあの、ハニーウォッシュだったりとか、なんか、ナチュラルなんちゃらだったりみたいな、ちょっと割とその、あの、その、コーヒー豆乾燥させるので、あの、な、その、通常のやり方をしないやつの方が、草あの、癖が強かったりするので、そういう系の豆を使った方がいいんじゃないかなと思いますけども。 23歳女です。24歳の彼氏が母子家庭で家に15万円入れないといけなくて、自由に使えるお金が3万しかありません。まだ若いからと一つの安定した仕事はしたくないらしく、掛け持ちが好きと正社員になる気はないそうです。いずれ大人になる日が来るし、ずっと今はならないと本人は言ってるんですが、将来のことを考えると不安です。でも結婚したいです。解決策は見つからないので困ってます。どうしたらいいでしょうかえっと、多分安定した仕事をしたくないは嘘ですね。あの、家に15万円入れなきゃいけないので、 あの、スキルがない形で働こうとすると、多分、あの、複数の仕事をしないと、その額が稼げないっていうことだと思うんですよね。で、あの、それを多分、で、多分、家の母子家庭で、その家に自己前になきゃいけないっていうのって、お母さんが何らかの不安、不安定な状態で、何かあったとしても家の世話をしなきゃいけないっていうのがあるので、多分、その、自由な時間が作れる仕事っていうのを選んでる結果だと思うんですよね。で、 えっと、どうにかしなきゃいけないっていうのは本心からそう思ってると思うんですけど、多分お母さん優先の人生であるっていうのが変わらないと思うんですよね。で、まあ多分今まで育ててくれたみたいな恩もあって、そのお母さん優先の生活をしていらっしゃると思うんですけど、あの、もしそれを変えたいのであれば、あの、ペンギンさん、彼女さんがそれを支えるしかないので、お母さんの生活も含めて、 その、彼氏さんとあなたの二人で、その義理のお母さんを支えるぐらいの覚悟を持ってやった方がいいんじゃないかなと思います。別にそんなんやらせる必要ないじゃんとか、マザコンじゃんとかっていうのが、まああると思うんですけど、それただ本人が決めることなんですよね。彼氏さんがそのマザコンであることっていうのを選んでるので、で、優先順位としてはお母さんを優先してるってことなので。なので、それを受け入れるかどうかっていうのは、むしろその彼氏というより、彼女であるあなたの覚悟の問題なんじゃないかなと思います。 えー、私は中卒で年収1000万です。通信業界で接待と二当たりで困ってきています。先月国税が入り8000万請求されて聞いたら社長が愛人に外中として売り込んで現金でもらってました、えー。私は部下を引っ張って今の会社に来て仕事を持ってきています、えー。辞めて全てを奪うか今の年収を維持するかもっています。呂布さんの件をお聞きしたいです。えっと、独立した方がいいんじゃないですか 1000万もらってるんですけど、8000万請求されたってことは、多分それぐらい儲かってると思うので、なので、あの今のスタッフと取引先を持って、独立しちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけど、その社長の下で働くメリットがそんなにないんじゃないかなと思いますけど。 えー、大卒24歳男性です。今まで大した努力もしなかったものです。学生時代から業務委託契約でスポーツインストラクターをしています。大切な人ができたので就職を考えてるんですが、インストラクター職的な、職歴になりますかまた就職先を探すさんに気をつけることから教えていただきたいです。よろしくお願いします。えっと、職歴にはなるんですけど、ただ、あの、普通の会社の正社員っていうデスクワークではないので、そういう意味であの、評価をしないというところもあるかもしれないです。はい。 ヒルキさんの意見は極論だとネットで言われることがありますが、極論もまた一つの意見として建設的な議論の場で受け入れられるべきでしょうかうんあのー、割と僕その一般の人が思う一般的なことを言うことが多いんですけど、多分それを言ってる時って大体スルーされてるんですよね。あの結構僕普通なことしか言ってないんですよね。その大学行った方がいいですよとか。 なので、あのでた、例えばその、じゃあ、あの、えっ、ー、と、核武装した方がいいですよっていうのを僕言うんですけど、核武装した方がいいよねって、多分日本以外のほとんどの国は思ってるんですよね。だってアメリカ核武装してるじゃないですか。 で、ヨーロッパっていうのもフランスが核武装してるおかげで EU っていうのは核の傘っていうのがありますよと。で、中国、インドも核武装していて、で、北朝鮮も核武装したおかげでアメリカから攻められなかったよねっていうのがあるので、なんであの国際世論的には核兵器持てるんだったら持った方がいいよねっていうのが多数派なんですよね。ただ、それを持とうとするとトラブルがあったりとかがあるので、なかなか持てないけど、持てるタイミングがあったら持ちたいよねが普通なんですよ。 ただ、あの、日本人の人たちって、その、要は、えっ、ー、と、日本人が、の多数派が思っていることが、世界の常識であると思い込んでらっしゃる方が結構多くて、いやいや、あなたたち少数派ですよっていうのが、実はわかってなかったりするんですよね。なので、例えばその、 えっと、クリスマスのパーティーをして、あれキリスト教のイベントなんですけど、で、その12月31日になると、なんかあの神社に行ってこう金鳴らして、みたいな。で、あの人が死ぬと、あのお寺に行って、みたいな。そのなんか、いろんな宗教をまたぐっていうのが、あの当たり前のように日本人やるんですけど、あんなことやるのって、あの、日本人がそんなにいないんですよね。 ではあの、イスラム教徒であればイスラム教のモスクにしか行かないし、キリスト教徒であればキリスト教の教会しか行かないし、なんかイベントごとにいろんなその教会とかも行くぜって、その寺とか神社とか行くぜっていう、いやいや、お前それちょっと節操ないんじゃないのみたいなのが当たり前になっちゃってる。日本っていう国のがおかしいんですけど、でもそれがなんか多数派であってるように感じるじゃないですか。だか例えばじゃあ、キリスト教徒でもないんだから、あの、クリスマス祝うのおかしくない って僕言った後したとして、これ結、なんか日本だと、あの、極論になっちゃうと思うんですよ。いやいやいや、別にだってクリスマスはみんなケーキ食べたいし、プレゼント欲しいんだから、キリスト教だけに制限するべきじゃないよ、みたいな。だかだ、あの、ハッピーホリデーでやればいいんですよ。あの、アメリカでもその、あの、クリスマスって言い方は、あくまでキリスト教の、あの、お祝いなので、ハッピーホリデーズって言い方をするっていうのもあるんですよね。 なので、別にハッピーオリデイズですよっていうのであれば、別にそれい,いんですけど、あの、メリークリスマスっていう以上はさ、あの、セントクリスマスさんっていう、一応はその、あの、キリスト教の聖人のあの、名前を冠したお祝いだから、それをキリスト教のイベントじゃないですか。なので、なんかそこ、僕が言ってるのは極論じゃなくて、その日本人の多くの方の方が間違いなんじゃないですかみたいなことか、結構あるんですよね。で、ついでにあの、タイトル回収に戻りますけど、えっと、今日のタイトルがあの、奴隷主のヌの言い分は優しいっていうのにしたんですけど、 あの、アメリカにその名の北部と南部っていうのが分かれていて、で、南部の農場主っていうのは、そのアフリカから連れてきた奴隷というのを使っていましたと。で、北部の人たちっていうのが奴隷良くないよねっていうね、奴隷解放っていうのだったんですけど、で、その時に、その南部の農場主の人たちっていうのが、あの、奴隷の人たちっていうのは、まあ、その当時別に奴隷と呼んでないんですよね、まず。 あの、僕らの家族には、その働いてる人がいますと。で、その人たちっていうのは、じゃあ、そのあ、英語をちゃんと喋れるわけでもないし、別にその教育も受けてるわけじゃないから、じゃあ、今この場で失業なって言ったら、食ってけないでしょと。 でも、その、じゃあ、ちゃんと住める場所も用意して、仕事も用意してあげて、で、毎日これをやってたら、ちゃんとここ住んでいいし、食べ物っていうのも、その中の、これ食べていいよっていうのを提供してるわけだから、それはお互いにうまくいってて、で、その、じゃあ働いてる人たちの中でも、自分が好きでそれで働いてる人たちもいるんだから、それをあいつらをひどいことで、なんかひどい生活をしてるっていうのは、失礼じゃないか。っていう言い方を南部の農場主の人は結構してたんですよ。 で、まあ、さすがにそれどうなんっていうのが、最近ちょうどカニエウエストさんとかが炎上してたんですけど、あの、そのアフリカ系アメリカ人のカニエウエストさんっていう人が、あの、アメリカでその奴隷が何百年もずっと続いてたのって、あいつら好きで奴隷やってたんじゃねえの選択の問題でしょみたいなことをカニエウエストさんが言って、要はその本当に奴隷が嫌だったら、奴隷辞めればいいじゃん。他の仕事すればいいじゃん。みたいな。まあ、まあ、カニエウエストさんは素でそう思ったんだと思うんですけど、 なので、そのカニエウエストさんから見ると、それをずっと続けてたってことは好きでやってたんでしょそうじゃなかったら好きな仕事すればよかったじゃん、みたいなことを言うんですよ。で、まあ、それがあの炎上したんですけど、で、それがおかしいよねっていうのが、要は、あの、まあ、他の国も含めてカニエウエストの方がおかしいよっていうことになったんですけど、先日、あの、アベマプライムっていうところに出たときに、その、なんか仕事の話のときに僕、その、あの、コンビニの店みたいな仕事ってなくなった方がいいと思うんですよねって話をしたんですよ。 そのコンビニの店員って基本的にはその仕事がなくてコンビニの店員っていう形で仕事をしてる人がほとんどで、ね、そのなんか、あの、だから小学生の時になんか、あの、なりたい職業コンビニの店員って書いてコンビニの店員になってるやつってほとんどいないと思うんですよ。 その結果として、なんか自分ができる仕事の中で、時給が一番高くて、家の近くで、家の近くで働いてたのがコンビニで、仕方なくコンビニでバイトをしてるだけで、他の仕事つけるものならさっさと辞めたいと思ってる人が、コンビニの店員は多数派なんですよ。 なので僕はそういう仕事っていうのを減った方がいいと思ってる派なんですけどでそこにそのコンビニの店員を好きでやってている人もいるからそのコンビニの仕事なんかっていう言い方をするのを良くないっていう方がいらっしゃったんですよいやその今あのコメントでバカにするねって書いてるんですけどそもそもコンビニの店員っていうのはやりたくてやってる人がほぼいない仕事なんですよだからそういう仕事って減らすべきっていうのって奴隷ってやりたくてやってる人ってほとんどいないんですよ だから奴隷ってなくすべきですよねっていうのは僕が言ってるのと同じ言葉で、で、ただ、それに対する反論として、好きでコンビニの店員やってる人もいるとか、コンビニの店員に誇りを持ってる人がいるっていうのを言った方がいて、で、 それってあの、その奴隷を扱ってる農場主と同じこと言ってるよねと思ったら、その、あの、司会というかあの、回しをやってるアナウンサーの方も、その、あの、コンビニというのが、その、あの、自分のスケジュールにちょうどいいから、選んでやってる人もいるっていうので、そのフォローをする側に回ったんですよ。 で、あの中で、僕がひどいことを言っていて、その、あの、コンビニに誇りを持ってやってる人がいるとか、アナウンサーの方っていうのは、その、優しい意見で、正しい意見として、その場では通ってたんですよね。で、まあ、なんか、ああ、そうなんだ、そういうふうに考えるんだって僕は思ったんですけど、要はその、あの、やりたくもない仕事を結果として選択肢もなく選ばれて、やらざるを得ない人っていうのが、 そのあのコンビニの店員それ自体が読んでるんですよ。例えば僕もともとあのコンビニあのファミリーマートで働いたことあるんですけど、ファミリーマートの店員である僕が、いや僕コンビニの店員好きでやってますよ。これ全然好きっすっていうのあればいいんですよ。でもそうじゃなくて、そのなんかメディアに出るようなことでお金をもらってたりして見栄えのいいチャラチャラした仕事をしてる人たちが、そのコンビニの店員も幸せなんだっていうのって、いや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 、それちょっとおかしくね って思っちゃったんですけど、でも残念ながら僕の方が少数派なんですよね。なので日本の場合って割とその奴隷主の言い方っていうのが正しくて、そのなんかどんなにひどい仕事でもなんかそれはみんな楽しんでやってるんだ。その仕事がなんかバカにするのは良くないみたいになるんですけど、僕はそのやるべき仕事、本当に創人たちがやりたいと思ってない仕事であればバカにするべきでやるべきではないと思うんですよ。で、あのただその 社会にとって本当に必要だけど誰かがやらなきゃいけない仕事っていうのがあって、例えば便所掃除とか。で、それは別に誰かやってくれてる人いるからありがたいよねって話で、で、コンビニって多分あの半分ぐらい店舗潰れても社会的に何も困んないんですよね。要はその社会を回すために必要な仕事と金儲けのためにやってるわけでなくてもいい仕事って結構あるんですよ。例えばじゃあその YouTuber っていう仕事って突然なくなったとしても社会的に何のトラブルも起きないんですよね。 要はそのなんか、じゃあ YouTuber と呼ばれる人たちっていうのが失業しましたなんかその40過ぎてビール飲みながらダラダラ喋ってるおっさんとか、なんかあの、ブンブンって言ってる人とかが失業しましたって言っても、社会何の問題もなく回るんですよ。要はあいつら必要なかったよねっていう仕事なんですよ。で、コンビニも僕、半分はあいつら必要なかったって仕事だと思うんですよね。 なんかあの、スーパーも全然なくてコンビニしかないですっていう、まあすごい特殊な地域もあるかもしれないですけど、なので基本的にはその金を儲けるために事業者がやってる仕事で、社会にとっては必要ない仕事だと思うんですよ。 で、その、例そのトイレ掃除とか、じゃあ、その、警察官とか、要はその、消防車とか、あの、お医者さんとか、看護とか、すごい大変な仕事ですよね。で、その、大変な仕事はちゃんと残るべきだと思うんですけど、残念ながら僕、コンビニは社会を回すためには不必要だと思ってるので、エンターテイメントのほとんども。なんで、シャゲとかも別になくなったとしても、誰も困んないと思うんですよね。とはいえ、僕はやってますけど、はい。っていう感じで、その、なんか、 あの、亡くなった方がいい仕事で、ただエンタメの仕事とかって別に本当に好きでやってて儲けてやってるし、で、やってる人たちっていうのも、あの、なんか、要は、やること自体が楽しいと思う。要は、YouTuber とかって別にその、やりたくなくて YouTuber やってるやつほとんどいないと思うんですよ。なんか、やりたくて YouTuber やってて、結果的に儲かるやつと儲かんないやつがいると。で、ただその、コンビニみたいな仕事って、本来は金が欲しいだけで、別にコンビニの店員超やりてえって言ったやつほとんどいないと思うので、 なので、ああいった仕事をする人というのが少なければ少ないほど、社会で幸せな人の人数って増えると思うんですよね。例えば、じゃあそのコンビニで働いている店員さんが、もうコンビニなくなったから俺漫画描くわって言って、で、漫画描き始めて、で、じゃあそれがなんかたまたまなんかあの、ウェブで載せてて、なんか広告費でなんか月に0 0 0円とか2000円とかチャリンチャーに入るようになったら、それコンビニの店員よりも幸せだと思うんですよね。 で、それ別にあのなんか文章を書いて、じゃあノートっていうところでなんか文章を書いて、で、面白いと思って月に300円ぐらい払う人っていうのが、じゃあ10人ぐらいいたらそれで3000だよね、みたいなので。なんでその本当に好きなことをやってて金にならんよねっていう人が増えた方が僕は幸せだと思うんですよね。 コンビニ会社かオーナーに謝れ <laughs>。だからまあその、オーナーとかも搾取されてる側なんで、要はその、コンビニのオーナーが社会のためにコンビニを作った方がいいんだって思ってやってるんだりですけど、要はね金儲かるかもって騙されて、そのフランチャイザーのところにの、あの、納金して、辞めたくても辞めれないってって、ずっとなんか奴隷のような仕事でオーナーをやらされて、で、オーナーのような奴隷のような仕事が、また奴隷のような店員を雇うっていう、そのなんか、奴隷製造システムになっちゃってると思うんですよね。 というわけで、あの、はい。あの、日本人のその中の僕が極論ってよく言われるんですけど、僕は極論だと思ってなくて、普通の論理じゃないかなと思って言ってるんですよってだからその、奴隷主の人たちが言ってることが正しいって言ってるのが多分日本の多数派の人で、僕はその奴隷主がの言い分を許すべきではないと思ってるんですよ。要は好きで奴隷をやってる人もいるんだから、奴隷のシステムを残すべきだっていうのが奴隷主の人たちが言ってることじゃないですか。 なので、僕が言ってるその、あの、コンビニの店員とか良くないよねって言ってるのって、その奴隷主を、奴隷をなくすべきであるって言ってる、ごく一般的な論理だと思うので、その奴隷システム残すべきであるって言ってる方が僕極論なんじゃないかなと思うんですけど、残念ながら日本では逆に評価されることが多いというのがあるのかなと思ってます。 えー、23歳、社会人5年目です。現在、宗教法人の尋問しており、自立のため転職を考えているんですが、高卒2度目の転職なこともあり、書類で落ちます。先日やっと進んだ金融業も最終面接で落ちてしまい、面接も試験も何度も受けた終わりに正直にとても慣れています、えー。もう面倒になってきたので、面接で一度の契約社員を受けて、さよならば、正社員トヨで頑張ることになるんですが、やはり転職するのはちゃんと冷静になって、正社員で応募するべきでしょうかえっと、一回契約社員になった方がいいと思います。あの、どういう状況かわかんないんですけど、あの、宗教法人、 を履歴書に書にくと採用しない会社が多あの、えい、ー、まあストレートに言っちゃうと、宗教法人で働いてるということは、割と宗教にお熱な人ですねというふうに思われることが多くて、で、宗教にお熱な人を敵に回したときに、すげえ面倒くせえっていうのがあるんですよね。 要はそのあの割とその団体でそのクレームを言ってくる可能性とか考えると別にわざわざ宗教にお熱な人って入れる必要ないよねっていう考えになっちゃうんですよ。なのであの宗教法人の事務っていうのを履歴書に書いた時点であの他の人よりは採用される率が低いっていうで別にあの宗教に入ること自体が善か悪かというと別に僕はどうでもいいと思うんですよ。ただあの採用する側でじゃあその宗教にお熱ではない 一般的な人と宗教にお熱な人っていた時どちらを取りますかっていうと、じゃあ一般的な人の方が、まあトラブルを起こす確率は低いよねっていう風に思うと。あまた止まってますね。すいません。なんか、あの、直すのめんどくさいので、<laughs> ビールもなくなったので、今日はあのこのまま喋って終わりにしようと思います。はい、すいません。そっか、終わりますっていうのを出したとしても、あこれは表示されるのあそうか、そういうことか。 カメラの映像はダメだけど、アイコン的なやつは表示されるのか。ああ<ー>。じゃあなんか今日ラジオ的な感じで終わります。